どうも、ケイスケです。今日の動画はですね、これ DJI から出たオズモポケットっていう新しい小型のカメラなんですよ。こんなに小型なのに手ブレ補正がないってことで話題になったカメラでございます。でね、たまたまね、おとといぐらいに大阪に行く予定があったので、ちょっとこれと、あとこの GoPro Hero 7、普段僕が使っているアクションカム、これも手ブレないんですけども、この GoPro Hero 7と、あとね、iPhone でもサクッとちょっと撮ってみました。で、この3つでどんだけ画質とか、あと音とかが違うのかっていうのをちょっと見比べてみたいなと思って今カメラを回している次第でございます。でもね、早速ちょっと撮ってみた動画を比較していきたいと思います。見てみましょう。どうぞ。はい、どうも、ケイスケです。今大阪に来ています。ちょっとね、オズモポケットが来たということもあって、オズモポケットの試写も兼ねて撮影しているところでございます。希望橋っていうところの高村コーヒーに向かっています。はい、ちょっと歩いてる間暇だったので GoPro Hero 7とオズモポケットで試し撮りをしています。やっぱね、画角は GoPro Hero 7の方が全然広いと思うので、自撮りするならね、広い方がやっぱり綺麗に映るのかなと思うんですけども、映像の綺麗さで言うとどうだろうな、昨日チラッと見た感じオズモポケットの方が全然良かったんですけど、まあ、昨日はちょっとね、夜の撮影だったので、昼間、今の天気そこそこ晴れてるのでノイズ的には問題ないと思うんですけども、いかがでしょうか。どんな感じかな。あと音ね、音もどのぐらい綺麗に撮れてるか気になるところなので、音のところも聞いてもらったらいいと思います。 iPhone のインカメラとこんな感じです。iPhone のインカメラってやっぱブレがすごいな。画像がゆらゆらしてるのが分かりますね、かなり。はい、撮り始めました。改めて3回目です。実は3回目のトライアル。はい、音どんな感じで聞こえてるでしょうか。結構ザワザワ言ってるから、これで俺らの声だけがねピンポイントで聞こえたら結構熱いね。すごいわな。うん、渋谷のね、そう、渋谷のスクランブル交差点手前だから結構人が多くて危ないよ。危ない、危ない感じ。私が誘導してる、うん、暗いからノイズがどうなってるのか気になるところでございますが、うまく撮れているでしょうか。やっぱ揺らしてもオズモの方はフェイストラッキングがあるから、ちゃんと顔を追ってくれる感じはしますね。よいしょ。どうだったでしょうか。これ結構すごくないですか、このオズモポケット。多分ね、僕の感じた感想だとこの GoPro Hero 7よりもオズモポケットの方が全然映像が綺麗ですね。なんか細かい部分というか、 GoPro Hero 7は細かいそのディテールが電子的というかデジタルチックというか、なんかその部分がだいぶ改善されてるような感じはします。かなりね、やっぱり映像が綺麗なのと、音はね、 iPhone は置いといて GoPro Hero 7とオズモポケットで比較するとちょっと GoPro Hero 7の方がこもっているような感じはします。逆にね、オズモポケットの方は高音をかなり拾ってる感じはするので、ちょっとキンキンしてうるさいかなとは思うんですけども、ちゃんと編集とかすればもしかしたらこっちの方が使いやすいかも。なんか雑音とかはこっちの方がなんとなく少ないような気はしました。声だけを取ってくれるっていう面ではオズモポケットの方が優秀なのかもしれないと思っていますっていう感じですかね。かなり今回の映像見て、なんだかんだ GoPro すごいんだろうなと思ってたんですけども、もう予想以上に、この GoPro 以上にこのオズモポケットが綺麗でかなり使いやすいなと感じてしまいます。まあね、一点ちょっと難を個人的に述べるとすれば、まあ、GoPro ってこうやって撮ってて、で撮りたい方向あっちだったらピュッてこうやって向けれるじゃないですか、まあ、このオズモポケットだとここがジンバルになってるので若干のタイムラグが発生するんですよね。なんでこうやって向けてて、こうやってプッてあっち見ようとしても、このカメラの部分がヌメーと動くので少しだけタイムラグがある。そこだけ若干気にはなるんですけども、その辺は使い分けなのかなとは思っています。 GoPro の得意なところもあるし、オズモポケットの得意なところもあるはずなので、そこはちょっと使い分けながらいろいろ旅行とか行ってみたいなと思っています。ということで、ね、今回はちょっと簡単な比較だけだったんですけども、またちょっと詳細なレビューをね、後ほど動画にしたいと思います。動画はここまででございます。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。